電球受注職三木大雲です、えー。本日実はですね、えー、ちょっと YouTube の配信をさせていただくことになりました、えー。なぜかと申しますと、今まあこういうコロナの、えー、流行っている時にですね、えー、全国各地の方からお電話なりメールなりで、あのたくさんのご質問をいただくんですね。で、そのご質問のほとんどがですね、あのこの時期をどんなふうに過ごせばいいかと。 いうようよなご質問が多いのでもうちょっと一つ一つ答えていくのにも限界がありますのでこここのととといいいいううう世界でお、えー、お答えをさせてたただこうということになりままししし、えー、よろしくお願いいたします、えー、今まあこういう時期ですけれども私たちはどのように生きるべきかで生き方としては何を目指すべきかというふうなことをまずお話しさせていただこうと思うんですけれどもこの「令和2年」ですね。 こ,こ,にこの時代に過ごす私たちが未来の人たちが振り返ったときに「ああのコロナで大変な時期をこの令和2年の人たち令和という時代を生きた人たちがですね非常に頑張ってあの苦難に耐えたんだなと褒めてもらえるようなまたお手本になるような時代を作らなくてはいけないというふうに私は思っております。でその上で何が一番大切かっていいますと私たちの心構えですね。 これが何より大切なんですねでその心構えの持ちようっていうのはあのどういうふうに心構えを持っていけばいいのかっていうのを実は今までの歴史の中で日本もいろんな苦渋の時代があったんですけれどもそれを乗り切るために発展してきたのが一つの礼儀作法というものなんで,す、ね、でまあ日本人はとかくこうお辞儀をするというふうなことを言われますけれどもこのお辞儀っていうのは何のためにするかっていうと。 一つはまあ相手を敬うためですよねで相手の方を尊敬していますあのバカにはしていませんというふうにしてまあ武士も頭を下げるようになったわけですけれどももう一つの意味があるんですでこのもう一つの意味というのは何かというと頭を下げるという武士にとっては屈辱的な行為なんですよねでこれを繰り返すことで自分の中で忍耐を作るというのがまあちょっと実は礼儀作法の一つの意味なんです よくこう日本文化を語る上でなんとなくこう美しい部分ばっかりをあの注目してしまいますけれども実はその裏には身を守るすべであったり相手の命を取るための戦いにあのなった時の心構えの準備のする鍛錬みたいなものがえ日常の中に実はあるんですね日本の文化の中には。でその中の一つがまあこのお辞儀ですね。老若男女問わず 頭を下げるというこの屈辱的な行為をすることで、自分の慢心を抑えるというのをまあ、日々訓練するわけです。で、このじゃあ。その鍛錬というのは何の時に使うかって言いますと、武士っていうのはいつ切り合いになるかわからないわけですよね。で、命の取り合いになる可能性を含んで日々生活していますから、あの生きるということと死っていうのがいつも身近にあったんです。 でその中でいつ切り合いになっても動じない心を持とうと言って発展したのがこの礼儀作法なんですねでこれは個人だけのことではありません私たち国国民一つのものを見た時でもそうですけれどもこういった国難にあった時にも動じないい心をつつも持つでそのためにもあの普段からの鍛錬としてやっぱり礼儀作法というものを、えー、今も持ち続けなくてはいけないと思うんです。 でそういった意味で今の現代日本を振り返ったときに私は思うんですけれども非常に大人が減ったななというふうふ印象を受けますでこれどういうことかっていうと子どもっていうものと大人っていうものの線引きはどこにあるかというと、まあ、いろんなものがあるんですけれどもその中の一つとしてねあの私が思うのは大人と子どもの大きな違いの一つが感情的になるかならないかなんですね。子供は 例えば腹が立ったときわーっと大きな声で怒ってもいいんですこれ子供ですからで、欲しいものが手に入らなかったときにごねてもいいんですこれ子供ですからところがですね最近大人がこれをするようになってしまってるんですね例えばまあコンビニのレジでお釣りが遅いたかだかそんなことだけで大きな声で怒ってみたりあの電車の中で少し肩が当たっただけでも殴り合いになってみたり これは子供の頃にしか許されないことが大人になってもやってしまうようになってきたんですねでこれは非常に私怖いことだと思いますで今このウイルスが蔓延していってやむなく外に出られる方もおられますでこれをまた攻撃してみたりであるいは外に出る人もやむなく出ているのにお前たちはあの家の中でじっとしてられていいなと言って、お互いが喧嘩になるような構図っていうのは ウイルスこの病気というものを超えてもっと怖いものだと思うんですねで、えー、当初言いましたけれども最初に言いましたけれどもこの心構えですね私たちの心構えっていうのはできるだけ動じない気持ちでいることこれが、えー、人間として私は今試されてるのではないかなというふうに思うわけですですから、えー、いろんなことがこの先もあるかもしれませんけれども日々私たち生活の中で動じない気持ちを 持つための訓練で特に日本で発展したこの礼儀作法というものには、えー、注目していただきたいなというふうに思いますで礼儀作法に注目しますとそもそも礼儀作法というものはどういうものかというと相手に対する尊敬ですねで最初も言いましたけど自分の鍛錬もあるんですけれども相手に対する尊敬の念を込めるということはどういうことかというと私たちの生き方の中で 一人で生きていくのではないということを理解し続けていかなくてはいけないんですねですから私たちが幸せになる個人の幸せを願ったときに周りの人も幸福でないと私個人の幸せというのはありえないんですねで先にもニュースになりましたけれどもトイレットペーパーがたくさんなくなったでその先で取り合いになったりと、えー、いうような事件がありましたけれども自分はじゃあもう水で洗うからいい 他の人に譲ろうというふうな大人な対応という言い方をするとまた語弊があるかもしれませんけれどもをを思思い合ったた行動を私たちは今心がけるるべき時代にあると思うんですでそれが完璧にできるようになった時にこれから未来の子どもたちあるいはこれから生まれてくる人たちに対してあの私たちすごくしんどい時代を生きたけれども こうやって乗り越えてきたということを誇れるのではないでしょうか。で、誇るということが私は非常に大切だと思っています。なぜかって言いますと、まあ、えー、以前戦争というものがありましたけれども、日本でも対戦がありましたけど、その時の方たちと今現代を生きる私たちっていうのは大きな視聴感の違いがあるんですね。大義というものがなくなってしまっているんです。で、それはどういうことか。これをまた 次回この YouTube でお話しさせていただきたいと思います。今苦しい時だとは思いますけれども、どうか私たちは争いなくウイルスっていうのはまああの体には感染しますけれども、外に行かなくてももっと怖いウイルスっていうのは心を蝕んでしまいますね。人を攻めようとかものを取ろうとかっていうふうなそういったパニックにならないように心がけていただけたらなというふうに思います。本日はどうもありがとうございました。